こんにちは。もう来てたんだね。残念だな。待ち伏せしてあなたをからかおうと思ってたのに。それで私に何か用かな。え、ありがとう。私ってあなたをからかってばっかりだったから、祝ってもらえるなんて思わなかったよ。そうだ、せっかくお祝いしてくれるのなら高級レストランにみんなを呼んでパーティーを開いてほしいな、なんてね。安心して、ただの冗談だから。ねえ、この後たまには二人で街を歩かない？私にとってはあなたと一緒に過ごす時間が最高に幸せだから。え、ありがたいけどどうして急に？あ、もしかして今日が私の誕生日だから？なるほど、プレゼント代わりというわけか。そういうことなら頼んじゃおうかな。まずは防具をつけてもらって、私の攻撃を受け続けるとか。冗談、そんなお願いはしないから安心していいよ。ねえ、この後たまには二人で街を歩かない？私にとってはあなたと一緒に過ごす時間が最高に幸せだから。急に？あ、そうか、今日は私の誕生日だからか。だったら遠慮しないで目立っちゃおうかな。剣の手入れ道具と鎧。あ、予算は10万ルピぐらいまでいいよね。なんて冗談だよ。ねえ、この後たまには二人で街を歩かない？私にとってはあなたと一緒に過ごす時間が最高に幸せだから。なんてね。あ、ちょっと本気にした？またあなたから一本取れたかな。さて、じゃあ今日は二人でゆっくり過ごすとしようか。